なくてちょっと会話が噛み合わないかもしれないですけど、ちょっとずつお客様と歩み寄っていければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、あのちょっとだけなんか所注意とかさせていただけたらなと思いますので、お付き合いお願いします。まずおトイレなんですけど、おトイレの場所とかはお分かりですかね？大丈夫ですかね？ここ初めてっていう方は、あ、結構初めてです。じゃあちゃんと説明します。はい、お手洗いなんですけど、お手洗いはもうほんと後ろの方にございますので、よければ今のうちに利用していただければと思いますので、よろしくお願いします。今日は本番始まったらなかなか聞きづらかったりとかするんで、まあ、今のうちに行っていただければと思います。はい、あと、アンケートは皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。よければネタとかやりましたら、僕たち前説もやっていきなりトップバッターとかもあったりするんですけど、まあ、じゃあ何かしら、まあ、一言歌に対してのコメントいただければと、まあ、皆さんにやっていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、あと、ドリンクのチケットお持ちですか？あ、お持ちです。もしよろしければ今のうちにドリンクとか交換ができますので、よかったら今のうちに行っても大丈夫です。後からでも一応時間はちょっとずつ作れるようにしようかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、大丈夫です。逆に質問のある人手を挙げて何か喋っていただいても大丈夫ですか？それ次ならいいですよね。ごめんなさい。そしたら、あと 何言ってないか。もう、何がある？何がある の, 何がある の, 大丈夫ですか？大丈夫。結構言ってるのか。あ、もう言っちゃいました。あ、そしたら、もうすぐ本番始まっちゃうから、じゃあ最後に、はい、ごめんなさいね、多分慣れてると思うんですけど、あえてちょっとなんか初心に帰っていただくじゃないですけど、童心に帰っていただいて、なんかそういうのやっていただけたらと思います。この後終わって、MC の方が出てきますので、はい、まあ、その人たちも気持ちよく出てこれたりとか、皆さんも一緒になんかリラックスできたらと思いますので、ぜひご協力いただければ、ね、そういうの大事だね。お願いしますね。よろしくお願いします。じゃあそれでは拍手をお願いいたします。拍手！ネタがもっといろんな人たち出てくると思いますんで、皆さん楽しんでいただけたらと思います。じゃあ以上、前説をさせていただきました、天津ランマーでした。ございます。ありがとうございます。
客はまた初めてとは思えないぐらいの感じなんですけど、よろしくお願いしますね。はい、大丈夫ですか？緊張してませんか？大丈夫ですか？びっくりしました？ごめんなさいね。よろしくお願いしますね。ちょっとこのライブの説明をちょっとさせてください。よろしくお願いします。早速なんですけど、このライブは、こちら道玄坂の部より、ユーストリーム放送というものをやってございます。世界配信、一応このライブが、世界に向けて今現在放送されていますので、はい、そちらを理解した上で楽しんでいただければと思います。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。あ、そんな笑いこないなって笑っていいんですよ。笑いたかったら笑ってくださいね。そちらの僕たちも緊張感解けますので、はい、よろしくお願いします。こちらのね、ライブの内容なんですけど、出演する芸人さんには、純粋に、ネタで勝負していただこうと思っております。はい、うん、各3ブロックに分けてなんですが、その各ブロックから、1組を選抜いたします。そして選抜の仕方なんですけど、こちらお客様の方に ご協力していただければと思いますので、よろしくお願いします。アンケート用紙の、名前が記載されているところですね、そちらに、面白かったと思う芸人さん、各ブロック、間が空いてると思うんですけども、それが A グループ、B グループ、C グループと分かれています。それで、各ブロック2組ずつ面白かった芸人に丸をつけていただければなと思います。間また1グループの、ネタが終わりました。また MC 入って、こちらの説明はまた改めてやりますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、で、しかも、決勝のネタが終わり次第集計を取りまして、決勝の3組を紹介しまして、でそして勝ち残った3組による、決勝戦を行いまして、優勝者を決めます。で、優勝者に関してもお客様のご協力により、決定したと思いますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。はい、しかも今回、はい、なんと賞金出ます。なんと言ったよ、賞金出ます。下手か。もうちょっと上手にできるだろう。あなたこの MC 昨日やるって初めて言っちゃいますか。僕ビビっちゃってるんですね。もう何言ってるか分かんねえよ。もうはい、行きましょう。なんだよ本当に。まあ一応なので、ネタの方の時間にはもう厳しく行かせていただきたいと思います。3分を超えましたらもう強制暗転いたしますので、そのつもりでいてください。よろしくお願いします。さてね、もう僕たちがダラダラ喋っててもしょうがありませんので、早速ね A ブロックの方見ていきましょうか。はい、はい、まあ、まさかのトップバッター僕たち天真爛漫なんですけど、よろしくお願いします。はい、それでは、紹介いたします。まずは A グループです。どうぞどうぞ。Thank you.
まあいいからもう、どうせあれでしょ。はい、フローブ来たー。全然興奮しないから、どんなこと言われても。何やってんだよ、本当に。何パフォーマンスだよ。全然興奮しないんだけど。いや、おにゃんこクラブみたいな感じになってるけど、何やってんだよ、本当に。コメントいかがなさいますか。いや、金返せでした。
風の谷のナウシカとか。なるほど。隣のトトロの。ちょ、多いな、多いな、お前。ロが多いな。だから、ハウルの動きしろで真ん中に入る。モノノ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 違う違う違う、確かに黒猫と宅急便の話だけど、まあただね、僕が一番好きなジブリ作品はね、まあ、やっぱりね、あの崖の上の方のね、うん、崖っぽにある略し方はおかしいよ、まあやっぱり曲も人気がありますね、あれね、ぽーにゃ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 まさるの子。それお前のことやないか、誰が知ってんの、無職の親父のこと。ちょっと、僕のお父さんからですよ。違う、その無職じゃないわ、お前。お前の親父が無仕事してないって言ってね。唯一、無二の存在で。うるさいな、喋ってねえから、もう。お父さんの話でしょ。そうそう、ジブリの話や、今。ジブリ。ちょ、いらんことすらって黙っとけて、もうお前は。まあ、作品の中にはね、すごい深いね、名台詞っていうのも多いんですよ。まあ、僕が一番好きなのはね、ルパンのカリオストロの城ね。やつはとんでもないものを盗みました。それはあなたの心です。まあ、かっこいいじゃないね。ってことは、詐欺師なんですかね。違う違う違う、ネズミコみたいな話じゃないやろ。集中トレーニング。まあ、あとはね、釣れないの豚ね。飛べない豚はただの豚な。あの、かっこいいじゃない。じゃあ、レッドブル飲んだらいいね。レッドブルのに翼がどの頃の話じゃないよ。今の豚じゃない。うるさいね、聞けよ、話を喋っていないから。聞こえてますよ、この距離ですよ。でそういうことだとお前の態度の問題やろ、さっきからバルス、そういうとこやろ、いらんことすぎな、ちょっと聞いてて話を喋りるから、もしもそれだけど、なやさか、お前、もしもしと、お前、もう今から絶対やることすなよ、もう、逆にね、いや、もうええわ、どうも、あれしたでした。長井良介。卒業式、お疲れ様。いい卒業式だったな。泣くな、女子。それでは、東中学3年3組、最後のホームルームを始める。このホームルームで、みんなに伝えたいことは、一つだけです。それは、先生はみんなの先生だということです。何かあったらいつでも先生のところに来ればいい。いいか、先生はいつでも、いつまでも先生はいつ、なんだ？変わらないよ。お前が汚い剥ぎ方をしたとしても、先生とお前との関係は何も変わらないよ。心配性だな、お前。どうした？変わらないよ。お前が大きなオカマになって名前にデラックスがついたとしても先生との関係は何も変わらないよ。何を言って、どうした？変わらないよ。お前がカンボジアに行ってマラソンでオリンピック目指したとしても先生との関係は何も変わらないよ。そう落選してもだよ。何を言って、お前がどれだけ歴史を好きになっても変わらないよ。そう、お前が高校に行っても変わらない、そういうことだよ。そういうこと、そういうことだよ、分かったか。なんか変な空気になっちゃったな。泣きやんだな、女子。とりあえずホームルームをこれでよ。どうした、院長。変わらないよ。先生がどれだけバズ・ライトイヤーに似ていたとしてもお前と先生との関係は何も変わらないし、それはお前にどう関係あるんだよ。行かないよ、うちの墓場なんて。行けるわけないだろうがよ。いいか、先生この辺のくだり結構前から考えてんの。そう、ドラマとか見て。何これ、想像と全然違う。想像ではね、みんな泣いてんの。泣けよ、女子。何泣きやんねんだよ。泣いとけよ。泣けよ、女子。うるせえな、黙ってろよ、お前は。泣け、校長。いや、校長、いや、そう、校長、そう、校長。先生じゃなくなった。どうもありがとうございました。
ハイセンス。どうもヒル考えて言ったやつやんか。いや分かったから言わんでええって別に。それでは早速漫才の方頑張っていきましょう。切り替え早いなお前すごいわ。いきなりなんやけどさ。はいはい、どうした。この間夢にお前が出てきてさ。おおマジで。お二人でカラオケ行くってやつなんやけど。めっちゃ楽しそうやんけお前。夢になできなかった俺。でカラオケつくなり お前がお箱のエグザイルを入れながら死ぬ。いきなり死ぬの。でラバーズアゲインを歌い切って全部もう死んだんちゃう。いやだから夢やん、生き返るやん。いや生き返るやんとか知らんやん。え点数が42点やって、お箱やのに。いやめちゃめちゃ下手くそやんけ。42点なんて見たことないぞ。でお箱やのにめちゃめちゃ下手くそやんけ。42点なんか見たことないぞって画面に突っ込んで走って死ぬ。また死ぬの俺。え、しかも俺画面に向けて最後の言葉で恥ずかしすぎるやろお前。そしたら急にお前が次は本気で行くわとか言い出して、ああ また生き返ってね。なんでもないようなことで名曲や。死ぬ。なんでもないようなことでメンタル弱すぎやろお前。大丈夫大貧民負けたなしで死ぬ。もう切れて死んだ。メンタル弱いって現代子やん。大丈夫？どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために死ぬ。な言葉に重み出てきたね。どれ僕が僕らしくあるために死ぬの。もうさっき豊かみたい。すごいな。魚魚。あこれ昔やりましたねこれね。魚を食べると。純度の魚アレルギーな。いや知らんちゅうねん。次は YMC、はいはい、やろ俺。 YMC 全然やんじゃない。やっぱちんちゃちんちゃ少女時代はジジジジジジジヌ。えもう死の関係あれんやんけお前。何やねん。ドアドーナツのドア死は死ぬやん。手割れもんで死はでな。真珠？え？元気でもよ、お前待てや、お前。さっきから俺のこと殺しすぎやって。夢でもし会えたら、え？素敵なことで。いや、全然素敵ちゃうかったよ、もうええわ。どうもありがとうございました。忍者全然いないよ。日本語ペロ
おばあさんのお耳はどうしてそう
んなに大きいの？それはね、いいからだよ。耳が大きい方がいいからだよ。面白いことを言うね。面白いことを言うね。じゃあおばあさん、おばあさんのお口はどうしてそんなに大きいの？それはね、お前を食べるためだよ。じゃあおばあさん、おばあさんはどうしてこんなにも弱いの？予想外のストーリー展開に戸惑いを隠せません。ガチャ、大丈夫か、別にちゃ。あら、漁師のおじさん、こんにちは。漁師さん、逃げて。予想外のストーリー展開に戸惑いを隠しきれません。漁師のおじさんもさ、こっちに来なよ。ダン！聞くわけないよ。船が！ダン！めでたし、めでたし。全然めでたくないよ。ちょっとこのコントも終わりにして、このコント。ああ、総理大臣のおじさん、総理大臣のおじさんが言ったから、このコント終わりにしなきゃ。総理大臣って何でも決められるんだね。選挙って大事。ざけるウニ。こんにちは、こんばんは、ざけるウニです。こんばんは。マキチェック、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 これ、ね、これ大丈夫、入ってこれ。入ってんのかよ、お前。何よ、お前、ちょ、不安な、不安なのね。何よ、俺らの声がちょっとお客さんにどうか不安なんだよ、俺。ちょっと、だったろ、今日は。大丈夫、もう入ってんだから、今じゃあ。行きましょう、行きましょう。この間ですね、ちょっと面白い話がありまして、あのね、ちょっと結婚式。ごめんね。ボディチェックもさせてくんねえかな。うわ、なんだよ、俺。ちょっとふざけんなよ。これボディチェックもさせてんな。ちょっと待って。もう漫才中に急にさ、俺がボケた後にさ、お前急にな、お前ナイフかなんかでもなんでだよって伝えたらさ、その後俺痛えじゃん、俺。痛えって何？痛えって何？漫才中ずっとジンジンしてることなんだよ。ナイフで刺しちゃったらジンジンじゃ済まないよ。もう今のも痛い。これも痛いよ。持ってない、持ってないよ、何にも。持ってないか。あ、持ってないか。何にも持ってない。ナイフツッコミじゃないんだな。何ナイフツッコミ。ナイフツッコミの使い手じゃないことが確認できました。なんだよ、安心できました、はい、漫才始めましょう、行きましょう。なんだよお前、安心しました、行きましょう。いいよね、ちょっと聞いてきて、ね、この間ね、俺お姉ちゃんの結婚式あって、その時にお姉ちゃんのごめん、乗ってきたところごめん、乗ってきたところごめんな。乗ってきてない、まだ。ちょ、チェックニコルソンもさせてくんね。チェックニコルソンもさせて。何になっちゃった、チェックニコルソンみたい。これはね、お前が本当にジャック・ニコルソンじゃないかどうかだけ。俺ジャック・ニコルソンじゃねえよ。その可能性あんのよ。なんでだよ。その場合だ、漫才中、お前な、お前の言ってること一切分かんなくて、もう漫才ぐちゃぐちゃになっちゃうんだよ。通じてるよね、今。それだけなんだ、絶対ありえるからさ。何よ。ああいうジャック・ニコルソンで、ああいうジャック・ニコルソンで。あ、ノジャック・ニコルソン。ノットジャック。お稽古じゃん、もうこれね。何が分かったの今ので。お稽古と大丈夫、大丈夫。いけんの、いけちゃう、いけちゃうよ。いけないの、この間に聞いてよ。お姉ちゃんの結婚式ありまして、そこでめちゃめちゃ面白いの。ごめん、トップギアのところごめん。まだトップギアじゃない。ごめんな。全然違う。チェッカーズもさせてくんね、不安なの。チェッカーズもさせて。頼むわ。誰か僕が藤井フミヤに見えてる人います？そういうことじゃねえよ。違うよね。違えよ。チェッカーズってのはさ、お前が本当にスニッカーズじゃないかどうかだけチェッカーズ。俺、過去のお菓子じゃねえよ。絶対違うよね。その前、そしてね、漫才中にさ、俺さ、腹が減ったらお前のこと食っちゃう可能性あるよ。全然あるよ、ね、で、風にもさ、お前の口のとこ食っちゃってみる。
喋りたくなっちゃうんだからさ、それだけヤバいだろ。100分で俺すっかずだとしよう。お前漫才中には食うな。舞台上で食べるって失礼だからね。腹が減ったら食っちゃう可能性ある。ないよ。だってお前その方さんのピーナッツじゃないピーナッツじゃねえよ。僕ピーナッツだろお前。違う、つまりすぎて浮き出たピーナッツだよ。喉ボケって言うんですこれ。大丈夫、喉ボケって言うんですチョコレート香りとかしない、チョコレート香りとかしない、ないです。大丈夫だろお前。苦いすげえ苦いよお前。ちょお前スニッカーズじゃないわ、ワキッカーズだわ。ワキッカーズって何？大丈夫安心した。ワキッカーズって何？大丈夫安心した、続けよう。続けますよ、聞いてて。こないだお姉ちゃんのね結婚式で、すげえ、待て、すげえ口くせえお前。もうすげえ口くせえお前。ちょっとダメだ、公衆チェックもしよう。いやもうめんどくせえわ、もういいよ、なしだ。はい、どうもー、 A グループ終わりました。はい、ただいま、ありがとうございます。いやーねー、仲間たち、いや、見た、面白いね、やっぱりね。ただ、僕も結構お笑いライブ出てるんですけど、はい、なんですかね、タツマクは RPG ですか。あー、お笑いライブ、僕、いろんなこと出たんですけど、はい、なんか、悲鳴を聞いたの結構初めてなんですよ。いや、それくらい演技力があるってことじゃないですか。ホープです。あ、なるほど、可能性を秘めてます。なんかちょいちょいなんかインテリな発言するよね。頭いいんだ。大丈夫です。ごめん。コメントに困ったな。ごめんなさい。時間がないなんだよ、おめえが喋ってるからくれたんだろ、本当に。あ、で一応今 A グループの方が終わりまして、よければ今のうちに、A グループ、9組ですかね、面白かった芸人さん2組に丸、数字のところに丸をつけていただければと思います。例えば、天真爛漫、一番天真爛漫が面白かったら、天真爛漫に丸をつけていただければ。はい、もう一度言います。例えば天真爛漫が面白かったら丸を数字につけてください。大丈夫ですか。はい、もう一度言いましょうか。大丈夫ですか。で今のうちのお手洗いもし行かれないんだったら行っていただいても大丈夫ですけど、もし飲み物もご注文されるんだったら今のうちに行っていただいても大丈夫ですけど、大丈夫ですかね。すごいバラードかな。しゃべねえよ。なんだよ、全然しゃべんねえじゃん。カラミンくれ。誰が。嘘だろ。努力しろよ、絡むぐらいの。あ、今日なんか、うん、AKB の総選挙らしいです。知らんよ、なんで今それ言ったんすか。そで、今何、総選挙があってんの。うん、そうですね、うん、お前ないなら出してくんなよ、ワードが。どうぞ。やかましいわ、本当に。大丈夫ですかね。じゃあ続いて B グループに行こうと思いますのでよろしくお願いします。それでは続いて B グループです。どうぞ。諦めません。もう一度歌います。繰り返し歌います。
心が折れるまで歌います。ワンワン動物園チャララララン、みんなでおいでよ ITC ITC ITC、 ワンワン動物園チャララララン、ワンワン動物園チャララララン、みんなでおいでよ ITC ITC ITC、 ワンワン動物園チャララララン、ワンワン動物園チャララララン、みんなでおいでよ ITC ITC。 心が折れましたでもとってもいい曲、ね、皆さんに広めたいの、今日覚えて帰ってもらいたい。だから僕がここからは勝手に日常生活のものをアレンジしてこの歌に放り込みました。例えば東急東横線チャラララン、渋谷と横浜結んでる結んでる結んでる東急東横線チャラララン、ランチョンマット2枚チャラララン、ケチな友達の結婚式に行きました、引き出物がランチョンマット2枚チャラララン。ついてきてます？アンニョンハシムニカチャラララン、島根県沖で韓国人に会ったなら挨拶だ、アンニョンハシムニカチャラララン。自信出た。全然知らん人チャラララン、写真を撮っては見たものの誰ですかこのおじさん、全然知らん人チャラララン。なんなんですかこれ、チャラララン、全然知らないおじさんが額からビームを出す、なんなんですかこれ、チャラララン。安い感じ。感じって難しい。そんなことを思っている人いませんか？大丈夫。漢字のその漢字のモチーフとなったことや出来事を覚えると意外と簡単です。今日はそんな一例をご紹介します。五。この漢字はその昔、まだ人間が狩りをしていた頃、その獣と戦う勇敢な人間をモチーフにした感じです。嘘だよ嘘だよ、本当は山嵐っていう背中にトゲトゲがいっぱい詰まった動物のその硬くて長い毛のことを表してるんだよ。本当だよ。二文字目、硬い、こ。この漢字は固く握りしめたこの拳をモチーフにした漢字です。嘘だよ嘘だよ、本当はこの古いっていうのが人間の硬い頭蓋骨を表す、その硬いっていうのと囲いで固く固めるっていうとこから固める、それだよ、本当だよ。3文字目、殴る、お。この漢字は素手同士で殴り合い、相手がかがむまで殴り続ける、そんな意味が込められる。本当だよこれ本当だよ、この左の部分がかがむって言って右の部分が手の動作を表す、だからかがむ。本当だよ。以上で今日の漢字の紹介を終わります。ありがとうございました。
第4コーナー。どうします先輩、旅行の感じっつってもな。8人ですよね。結構できること限られますよこれ。あと40人いればな。いや総選挙とかやんないですよ48で。お前さ、どっか行きたいとことがある？いやそれがないんすよ。三択ゲームで決めよう。三択ゲーム やればわかるから。はい、まず日数だな。三択ゲーム。あ、それと飲み会的な感じなんですね。トゥドゥン。お1、2泊3日。あ、そうやって3つ選択肢を出して引いて決めるんですね。2、3泊4日。あー、ちょうどいいな。3、10泊13日。ヨーロッパ。ちょ完全に機内泊含まれてますけど、はい、大丈夫ですか？引いて、はい、いや、無理ですので、10泊13日とかだったらみんなのバイトがスッカスカですよ。大丈夫だって、お前3分の2は防ぐんだよ。確率出たら7割は防ぐんだから。外れがあるのがおかしいんだよ。いいから引けよ。3個やってこい。カモン。引きます、引きます。2番、3泊4日ですね。ほら、大丈夫、天才じゃん。意外と大丈夫なんですね。最高だ、最高。はい、次はね、場所だな。あ、大事っすよ。デデン。お1、九州。あー、いいっすね、温泉とか入りたい。2、東京。何近場で住まうとしてるんですか。3泊4日ですよ。3、イギリス。ヨーロッパ。いやいや、3泊4日でイギリスとかエリザベス女王もびっくりですよ。いいじゃん、会いに行こうよ、エリザベス女王だ。行こう行こう。いや、イギリス会いに行ける女王とかやってないですから。先輩貴族っすか。ルネサンス。あ、その人たちは庶民です。いいから行けよ。カモン。イギリス、イギリスカモン。イギリスはないって、イギリスはないって。よっしゃ、2番イギリスだけだ。今東京だな。3泊4日東京の旅。これ無理ですって、1の九州にしましょうって決まったから。これゲームに対して真面目。でも無理ですって、もてあましますよ3泊4日を。行ったことないところもあるから絶対。マジっすか。何やるか、これが大事だろうね。あ、じゃあもうそれ決めちゃいましょうよ。ドゥルン。お1、東京ディズニーリゾート。あ、定番っすね。おかずで言えば唐揚げだ。2、新東京国際空港。ヨーロッパ。これ完全に慣れたからフライトしてヨーロッパ行こうとしてるじゃないですか。九州あんだけ否定したのに。お前はそれ考えすぎ。違う、それ違う。それにそれに、ここまでの2つ両方千葉だけど大丈夫ですか。いや、東京って言ってるからさ。そんなもんすか。そうだね、看板がしっかりしてるから。え、なんですか。お前んちバカ、先輩だけどバカ。はあ、すいません、すいません。いいから来てよ。何ですか今のちっちゃいドッキリ。ラストラッキーバイ。一番一番無理だ。うちだ。今回の旅行は3泊4日おまんじで宅飲みの旅だな。却下でした。宅飲みって全然旅してないっすからね。それどうすんだよ、決まったじゃんそれで。いや、振り出しに戻っちゃいましたね。そうだ、京都へ行こう。どうも、田中志郎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ここに来る途中、高校生のカップルがイチャイチャチューチューしながら狭い歩道を歩いていました。道いっぱいに広がっているし、歩くのも遅いし、何より学生のくせに不純異性交友をしているというのがとっても羨ましいです。私のおじいちゃんは激動の時代を生き抜いた立派な人です。戦後食べるものがなくて、空腹のあまり虫を捕まえて食べたりしていたそうです。私はその話を聞いて、きっとねえのと思いました。私は26歳です。この前道を歩いていたら、同い年ぐらいの女の人に後ろから、お、お母さんと声をかけられました。どうやら私の後ろ姿は40代50代の女性と同じ感じらしいです。家に帰って少し泣きました。私は歴史が大好きです。なぜかというと、素敵な言葉がたくさん出てくるからです。
た日本独特の古墳、前方後円墳。前方後円墳という名前を聞くとすごく興奮します。突然ですがモノマネをします。世界不思議発見より正解発表後、原住民と戯れるミステリーハンター竹内かなえ。ということで正解は泥をぶつけながら踊るでした。顔に泥が。突然ですが告白します。世界不思議発見の司会者草野仁を見ているととっても興奮します。スーツを脱いだらムッキムキ、スーツを脱いだらムッキムキ、ひとしくん人形、前方後円墳。興奮します。どうもありがとうございました。何もか
考えてきてません。ロリだけです。どうしますか。せっかくなんでじゃあ家族の話でもしましょうか。僕のちょっとおかんの素敵な話があるんですよ。僕が18歳の頃の話なんですけど、両親が離婚しましておかんが出てったんですね。で最初の頃おかんからよく元気にしとる、飯食いよるっていう連絡がよく来よったんですよ。でも半年ぐらいしてから一切連絡が来なくなりまして、そのまま1年ぐらい経ったんですね。じゃあ1年ぶりにおかんから連絡が来て、元気にしとる、ご飯食べよるっつって、あ元気にしとるよ、ご飯食べよるよっつって、じゃあ今日私ちょっとあんたに話があるって言われまして、あどうしたんどうしたんっつって、なんかなかなか言わないんですよ。でどうしたんっつって、いやちょっと妊娠したって、あそうなんっつって、おええやんええやんっつって、あんたに産んでええかちょっと確認したいっつって、あええよっつって、おかんが産みたいな産んだらええやんっつって、病院の時、病院で生まれる時は見に来てねっつって、分かった行く行くっつって、でいつ生まれるんですか、来週っつったんですよ。いやめちゃめちゃ運気やんっつって、でも今めっちゃ元気な男の子産んでね、おかんも頑張って育てるんですけどね、素敵なおかんでしょ、ユーモアな。さあどうしますかこっから、そうですね、じゃあそろそろネタしましょう。ただのサワのショートコント英会話、Is this a pen? これはペンですか？いいえ、ゴミです。インクがあるってことですかね。さあ、どうしましょう。ただのさ、ショートコント。合コン。え、ヨーコちゃんってさ、好きなタイプとかあるん？私？草系？草食系ってことは、じゃあ、嫌いなタイプは？私？炎、ポケモン。以上、ポケモン世代のただの沢でした。ありがとうございました。竹澤。次の方どうぞ。あ、審査つけた。あ、熱ないです。はい、お食欲は全然。あ、ありがとうございます。あ、本当ですか、よかった、ありがとうございました。いや、待って、これ、ちょっと、鼻から花咲いてる。これ、ね、ちょっと見にくいから覚えてないかもしれないけど、先生先週までいたこれ花粉症で、花粉症治してくれるって言って薬くれたじゃないですか、完治できるって、その現代の医学で花粉症患者すごいなと思って飲んだ、本当に花粉症治ったんですよ。で治ったと思ったら鼻から花咲いた。ちょっとね切りますね。またすぐ入るんですけどね、これね。で、でこれだけならいいんですよ。これだけならいいんですけど、先週までですかね、先週まで、ここ、僕、目あるじゃないですか。これ、目が、目でした。あ、ちょっとこれに水あげると、さっきの鼻になって、あ、これ、輪廻転生、生命の不思議、バカ野郎バカ野郎。じゃあ、俺、怒ってんすよ。怒ってんすよ。その薬のね、副作用強いのは分かるんですけど、怒ってんすよ。で、これだけならいいんですけど、これ、紙あるじゃないですか、紙あるじゃないですか。これ、昨日まで、なんですかね、神でしたか。おがまなんですよ、ね、何の神かも分かんないんで、この後頭部の方を生えてたんで、ちょ自分で切れなかったんで、美容院に行ったんですよ。で美容院行って、ちょっと美容師さんから、ちょっとついてくださいみたいな、ちょっと軽くしてくださいって言って、そのついた神がこれですね。やっぱ軽い感じです、ワックスつけて、スタイリングしやすい。で、まあ、バカ野郎ね、怒ってんすよ俺。すみません、副作用、お我慢っていいですか。これだけ、俺本当に直した。口からマウス出た。あ、これが本当のマウスってマウス、バカやなし。怒ってんすよ俺。本当に本当に最後なんですけど、僕、まあどうなんですかね、僕だけだと思うんですけど、胸あるじゃないですか、胸が最近
胸をです。でそのウニューボーが坂田師匠なくて、似てるけどみたいな、めっちゃ怒ってんすよ俺。あ、それ薬で、その僕はこの薬ですね。あ、と思いましたね先生。ありがとうございました。二度と来るかバカ野郎でした。
ばあちゃん、ババアなんだから健康に気を使わないと糖尿病になりますよ。甘いもんが好きなんだよ。あ、また子供みたいなこと言って。店長、店長やめろ、店長だけは呼ばないでくれ。店長だけは呼ばないでくれ。頼む、店長だけは。店長だけ、来た、来てる、やばい。いや、カメラピンピンデジャーだったね。そうですね。世界配信されてるの知ってるのかな。ね、これも経験の一つ。なるほどね。すごい大人なんだね。GX そこまで知らんかったよ。なるほどね。あ、今のうちによければまた B グループの方に、2組丸をつけていただければと思います。大丈夫ですか。